これから始まる写真修正や一夜。はい、では早速ですが、わらべ小読みを紹介していくことにいたしましょう。変わりましたね。はい、基本的にはこれは山陰地方、中国地方の日本海側、鳥取県、島根県あたりですね、を中心として、その土地の風土、でそこに根ざした人々の暮らしっていうのを紹介している写真集です。特にこのタイトルが示すように、上田昌司の、被写体、テーマは、子供たちに出てもらったらですね。この子供たちがその風土の中でどんな風に生きているのか、それがまあこの写真集の一番こう見どころの一つになっているというふうに思います。はい。ページを開いていくと、まあこんなような、タイトルページがあって、このロゴもなかなかかっこいいですね。で、水上勉さんという作家が書いた、まあ、序文。まあ、上田昌司の作品について直接触れるんじゃなくて、自分にとってのその暮らしのあり方っていうか、日本人のあり方っていうか、それを、記した文章というのがまず来て、で、写真のページがこういう具合に始まったんですね。で、わらべ暦っていうタイトルが示すように、これがカレンダーになってまして、春、夏、秋、冬、つまり四季折々の暮らし、子供たちの生き方、そういうものが現れてくる。だから一番最初のパートは春のパートなんですね。この最初の写真が素晴らしい。まあ、どんな写真集でもですね、どこからスタートするのか、どの写真からこの写真集の世界に入ってくるのかっていうのがとても大事なんですけども、この写真は割とこう決定的な意味を持っているような気がしますね。桜の枝を持った少年が道をこう歩いてくるわけですね。たまたま歩いてきた子供に上田昌司が声をかけて、で、シャッターを切る。その時に彼が、まあ、満面の笑みというか、口を大きく開けてですね、笑ってる。この笑顔が素晴らしいですよね。だからこの道が一直線にずっと続いていてですね、で、この上のところで、途切れるという。この画面構成がまた非常に素晴らしいんですけども、実はこれはですね、大根島っていう島があって、中の海っていう、まあ湖があったんですね。で、実はその中の海が埋め立てられてきて、大根島は今島じゃなくて、本島と繋がってしまったんですけども、この当時は島だったんですね。で、そこで、そこは非常にこう素朴な、昔ながらの暮らし方っていうか、農業の暮らしっていうのが残ってるところなんで、上田昌司はよくそこに写真を撮りに行くんですよね。で写真を撮りに行った時にこういうふうな素晴らしい風景と、この少年を発見してシャッターを切ったっていうふうなことですよね。で、ページをめくっていくと次に、これももしかしたら大根島じゃないかっていう思ってるんですけれども、一枚の写真が現れてきて、これは横長の写真なんですけども、やっぱり道がずっとこう続いていて、このところで、閉じていくっていうか、いわゆる遠近法的な構成になって、この道のここのところに小さくシルエットが見えるんですね。で、これ何なんだろうな。と、この写真から3枚続いていくわけです。女の子なんですね。で、女の子が道を歩いてくる。で、少し大きくなってますよね。で、3枚目の写真、もっとこう大きくなってくる。女の子は何かを持ってるんですよね。僕最初これ、ボールかなって思ったんですけども、よく見ると、どうやら、柑橘類じゃないのかな。果物の大きななんかザボンみたいな感じの、こういうみかんの大きなものみたいなものを持ってる子供がいて、夏みかんかな、よくわかんないんですけども、そんな子供の姿が3枚の写真で続いて現れてきます。これ写真の言葉だとシークエンスってですね、連続写真。で、この連続写真を使うことによって時間の経過、
それを写真の中に取り込んでいくという手法を、まあ写真家は時々使うんですけども、これも非常に効果的に、そのシークエンスの写真、3枚の写真の続きっていうのが、使われているというふうに思いますね。はい。で、様々な子供たちの姿っていうのが現れてくるんですね。野球をしている少年がいたと思うと、浴衣を着ている少女がですね、お面をかぶってるんですね。で、これちょっと面白い写真でしょ？つまり、日常の中になんか非日常っていうか、向こう側の世界っていうか、それがふっとこう現れてくるような感じのね。で、子供ってそういう存在でもありますよね。つまり、非常にこう儚い存在っていうか、揺れ動いてるっていうか、子供がふっと消えてしまったりとか、まあ本当に子供なんてだってふっと消えてしまうというよりは亡くなってしまう、病気になって亡くなってしまうみたいなこともあるわけなので、そういうこう不安定さを抱えている儚い存在であるわけですね。だからやっぱり子供ってのは不思議な力を持っているところがあって、神のようでもあるし、味方によってはこう動物のようでもある、なんていうんですかね、中間的な存在とでも言うんでしょうかね。そういうふうな存在のあり方。それは上田商事を捉えるのが非常にうまいわけですけれども、特にこのお面をかぶっている子供なんかの写真を見ていると、さっきから言ってるような日常と非日常の間を行ったり来たりできるような存在である子供のあり方っていうのが、見事に現れている気がするんですね。で、もう一つ言うと、最初に言ったように、上田商事は水木しげると同郷なわけで、水木しげるさんが漫画の中で描いたような、妖怪変化が日常の世界にふっと現れてしまうっていう風なあり方、その間の境目がないっていう風な感覚っていうのを彼も持っていて、写真の中でちょっと遊び心でこの女の子にお面をかぶせてみたっていう風なことじゃないかというふうに思います。はい、こちらはジンタンという、これは今の人たちがわからないでしょうね。昔からあるお菓子というか、ちょっとこう、スーッとするような感じの、そういうふうなお菓子なんですけども、その看板の写真ですね。で、こっちの子供の写真がまたいいですよね。古い道、家並みのある路地裏のようなところに、子供が一人、ポツンと立っている。上田商事の写真の中で子供の扱い方、あるいはその被写体の画面の中での入れ方ところで、入れ方ということで、ちょうどこういうふうにこう真ん中にポンと置くっていうふうなやり方ってやる場合が結構あるんですけども、この写真もまさにそういうふうな。で、この小さな子供の存在感っていうのは、妙にこう大きく見えるっていうか、不思議な存在感を発してる感じがします。小さなものに対する感覚っていう、これも上田商事の写真の中に非常によく現れてるんですね。こちらの子供もそうですね。ちょうど真ん中のところにポンといますよね。どうやらおひな祭りの時期なんですね。おひな様があったりして。で、春、そのおひな祭りの、そういうことをやってるような、そのお店のところに立っている女の子。はい。これまた、水木しげる的世界というふうにちょっと言いたいんですけども、この農家の、かやぶき屋根の下、戸口のところに立っているこの女性ですね。これもお面をかぶってるんですね。なぜお面をかぶってるのかっていうことの説明はないですね。もしかしたらお祭りとかそういうものがあったかもしれない。こちら側の写真はそういうお祭りの衣装を着ている人物で、これはお面をかぶってるのは当たり前って当たり前なんですけども、こちらはなんか普通のおばさんが、立ってるように見えるわけだけど、多分この農家にあったお面を上田商事は持ってきてですね、かぶせて撮るというふうなことをやっていて、まあこれもちょっとした演出なんですけれども、その演出が非常に効果的に使われているような感じがします。ちょっと少し前をね、はい、はい、春のパートが続きます。海辺の街で遊んでいる子供たち。それから、こちらの写真が面白いですね。牛、子牛をこう後ろから押しているような男の姿。まあ、こういう四季折々の暮らしの中に、兵庫の人々の表情というのを非常にこう細やかに写真として写しているんですね。こちらは、豚がいる写真ですね。
で、こちらは鯉のぼりが見えますね。鯉のぼりは5月の行事なので、春も次第に深まっていくというものですね。はい。ふっとこういう写真が現れます。これは制服を着てるので中学生なんでしょうけども、ちょっと幼い感じの小さな中学生ですね。しかもこのメガネが印象的ですね。頭は良さそうなんですけどもね。で、この子を、いわゆる広角レンズを使って撮ってるので、大きくあの画面の中心に入れて、で、周りの風景というのが、この子からちょっとこう離れて見えるような感じで、取り巻いているその風景のところを、ちょっと白っぽくプリントしてますよね。プリントワークっても非常に大事で、全体を同じようなトーンでプリントすると、この子の姿っていうのがあまりこう目立たないわけですけども、彼の姿を撮って、その周りを少し白っぽく飛ばすことによって、彼の存在感っていうのが際立ってくると。もうなかなか大胆な、画面構成ですね。はい。子供がいて頭に絆創膏を貼ってるシーンがありますね。こっちの写真ですね。こういうところに観察力っていうのが現れるんじゃないかとですね。この子の何を撮影するのかっていうところで、上田昌司はこの頭の絆創膏に気がついて、これをうまく強調するような形の角度ですね。それで撮ってるんですね。この子供も非常に印象的ですね。ふってやはり消えてなくなりそうな感じの、ややこうなってた。神秘的な感じの、そんなような風情の子供が、四角いフレームの中に閉じ込められています。写真のフレームってのは、フレームってのは枠ですけども、それは四角い枠ですけども、その四角い枠の中にもう一つの四角い枠を作るっていうような、これも一つのテクニックですね。はい。こちらは子供が、走って向こう側に、去ろうとしてるっていうふうなところですが、手前に、これ糸車っていう、糸をこう回して紡ぐ、そういう道具が置いてある。なぜこれがここに置いてあるのか、演出で置いたのか、たまたまここに置いてあったのか、それよくわからないですけども、とても面白い効果を上げてますね。こちらの写真ですね。こちらの写真です。で、次の写真、こちらも面白いですね。子供が3人、ポンポンポンと同じぐらいの背の高さでね、道の真ん中に行って、この真ん中に子供たちを置くっていう風なあり方が、まあ、上田昌司の得意技の一つなんですけども、これも非常に効果的に使われてますよね。はい、こちらは鯉のぼりの写真ですね。鯉のぼりが海辺に干してある。なんか本当に洗濯物みたいに干してあるのがおかしいですね。から、こちら、これも面白いですね。これは上から見下ろす俯瞰っていう風な感じの構図なんですけれども、これもやや白っぽく飛ばしてますね。だから現実の風景というよりは、ちょっとこう光がこう全然画面全体に染み渡るような感じの、ちょっと面白い視覚的な効果を上げていて、これ学校の校庭なんでしょうね。校庭に散らばってる子供たちのシルエットっていうのが、とてもうまく画面の中に入り込んでいくと思います。はい、ちょっとこちらは田舎の子供たちですかね。田園風景。畑のようなところで遊んでいる子供たち。はい、海辺の景色です。空を非常に大きく間を取って撮っていく。で、こちらの農家の写真、これもさりげないですけども、なかなか、面白い写真で、よく見るとセーラー服が干してあるっていうね。まあ、こういう細かいところに目が行って、ちゃんとそれを撮影するっていうですね。はい。これもどこかの山沿い、山あいの学校の校庭なんですけども、ちょっとこれも不思議な、雰囲気、幻想的な雰囲気が漂っているような気がします。それなぜそういう風になっているのかっていうとよく見てみると、これも子供たちの姿が長く引き伸ばされてるでしょ。さっき言ったデフォルマシオンなんですね。デフォルマシオンは戦前の写真家たちの技法で、いわゆる芸術写真の時代。絵画的な写真の時代にいろんな写真家たちが使ってるわけだけども、上田昌司は戦後のこの時期になってもそういうふうな技法っていうのを非常に逆に効果的に使おうとしてるっていうところがわかるんですね。だから現実の世界はやっぱりちょっとこうずらしていく。そのずらし方の巧みさってところに上田昌司の写真のやっぱり特徴というか、
素晴らしさが現れています。はい、春のパートが終わりました。で、続いて夏のパートですね。夏のパートの一番最初の写真もなかなかいい写真で、似顔絵頭の少年がですね、多分弟か妹かわからないんですけども、ちっちゃい子供を背負っている写真で、この笑顔がいいですね。まあ最近の子供たち、こういう風な笑顔ってもなかなか見せなくなってきてるなっていう風な気がするんですけどね。昭和30年代、1960年代から70年代ぐらいの子供たちの、まだ素朴な、田舎の子供っていうような風情が残っている時期の写真が、現れています。シルエットで海辺で遊んでる子供たち、よく見るとふんどしを、身につけてたりして、海水パンツじゃないところですよね。これ多分弓ヶ浜、上田商事の家の近くにあった長い砂浜です。ここは彼の舞台っていうかなるわけですね。夏の光の強さっていうのよく表れてる写真、2枚の写真で、こちら側はもしかしてアイスキャンディー、わかりますかね。鐘を鳴らしながら冷たい氷でできたそういうアイスキャンディーを売るっていうふうな仕事をしている、その自転車に乗った、おじさんが道を過ぎていきます。こちらの写真が素晴らしいですね。これはまあいわゆる馬車なんでしょうかね。それに小さな子供を乗せて、お姉さんがそれを引いて、押して、で道を横切ろうとしてるわけですけども、ちょっとこう上に持ち上げるですね。こういうことやるわけですよね。その遊びの瞬間、さりげない瞬間ですけども、それを非常に巧みに捉えていて、全体に白と黒のコントラストを強めにして、夏の光の強さというのを表現しようとしています。この辺はシルエット的な写真が続きますよね。あ、こちら、最初にお見せした停留所のある風景ですね。停留所が見える風景か。その同じ駅ですよね。で、こちらはお堂のようなところで、子供たちのシルエットが見えるんですけども、ここにもフレームの中にもう一つフレームを作るっていうふうな操作があって、このフレームの中をよく見ると浮き輪を持った子供がいて、このシルエットが非常に素晴らしい。はい。夏の子供ですね。このイガグリ頭の子供 頭の形っていうのは非常に面白いし、こちらの子供、何度も言うように、間の生かし方、この何も映ってない空間の生かし方ですかね。そこら辺に特徴がよく表れてますね。この少年、これもイガグリ頭ですね。それから、校庭で整理している子供たちの近くを通り過ぎようとしている女の子。傘を持った女の子。もしかしたら、ちょっと体が悪くて早退、早引けしようとしている子供かもしれない。いろんな物語が浮かんでくる、そんな場面です。これも物語がありますね。猫を抱えている、子猫を抱えている少年。こちらは何かのお祭りの行事なんでしょうかね。大きなお面をかぶった。もしかしたらこれは女性の格好してるけど男性が演じてるかもしれないですね。それを手前の、子供たちっていうのが不思議そうな感じで眺めている。背中なんですけども、彼女たちのびっくりしたような、そういう顔つきが想像できるような、そんなような時だったんですね。少年の写真からこれもやはり観察力というか、こういうことを見つけるのかな。この人ではここに本当にあったのかどうか分かんないですね。上田商事がどっから拾ってきてここに置いたのかもしれないんだけれども、その置くことによってこの何でもない日常の風景っていうのがちょっと不思議な世界に変わってしまうというね、星があるんですね、ここに。はい、これも、空間が広々とした縦位置の写真2枚ですね。女の子。からこちらは何でしょうかね。工場でしょうかね。なんかおとぎ話の中に出てくるような、そんな建物のようにも見えます。
はい、七夕の子供たちですね。からこちらは犬と遊んでいる少年。二つともやっぱりいろんな物語を感じさせる写真ですね。で、こちらは猫でしょうかね。犬か猫ですね。こちらはヤギ。生き物出てきますね。でも なんかなぜかこのわらべ小屋の中の生き物たちっていうのはみんなそんな大きな生き物って感じじゃない、小さな生き物。子犬とか、あの、子猫とか、そういうものが多いですね。まあ、多分、あの、わらべ小屋の中に現れてくる子供たちに合わせるような形で生き物も、子供の生き物みたいな形で撮ったみたいなふうに思います。はい。で、夏のパートがこれで終わります。ちょっと寂しい写真ですね。夏の終わりの後ろ姿の少女ということで、秋のパートが始まっていくわけですけれども。秋のパートの最初は、例の大根島じゃないかと思うんですけども、やっぱり道の真ん中に人がポン立ってる。で、これ子供じゃないですよね。まあ大人っていうか。村のなんか青年団の若者らしいんですよね。で、彼に、ちょっとこっちに歩いてきてっていうふうに頼んだら、やっぱりこういうふうな、なんていうか、気をつけをするような姿勢になってしまうっていう、つまり彼の非常にこう真面目な感じっていうのがよく表れてるのと、大人なんだけれども、子供の気持ち、精神、そういうものがずっと残ってるこう人のような感じがするんですね。まあ、なので、この写真集の中に珍しく登場してくる大人なんですけれども、あまりこう違和感がない。はい、リアカーに菊を乗せて運んでいる少年の写真、こちらですね。からこちらもリアカー、このリアカーっていう存在も今はね、ほとんどなくなってしまったと思うんですね。この当時、昭和30年代とか40年代、いわゆる高度経済成長期に、車、自動車でもちろん物を運ぶってことが始まるわけですけれども、ちょっとしたあの、農作物とかですね、いろんなものっていうのは、こうやって引いて、手押し車のように、あるいは引いて、それでこういうふうな、リアカーで運んでいたわけですね。そんなような、生活のあり方がよくわかる写真です。はい。見事な空間構成ですね。ほとんどこう抽象が、ここにシルエットで、これは、自転車に乗ってる人ですね。が、チラッと現れるという。こちらの倉庫のような建物も面白いところですね。はい、ここは建物シリーズですね。なんか新築の、何か料理屋さんみたいなのができたとか、駅の建物があったり、それから、理髪店、床屋さんがあったり、からこの建物、港座って言うんですけど、これは実は映画館だったそうです。でもまあ、この頃からもうすでに映画ってのは衰退し始めたんですかね。この映画館も閉じられるっていうようなことで、そんな写真を撮ったりしてるんですね。はい。鉄道の写真です。さっきの市畑電鉄かもしれないですね。いわゆるローカル線。で、こちらは、これも床屋さんですかね。ここは子供たちが後ろに引いて、その子供たちを取り巻いている環境の方に目向けるんですね。はい、シルエットになった空のある大きな風景のところに自転車に乗った、子供が来る。それから、これは神社にいわゆる露店が出てるんですね。なんかお祭りがあったんですかね。こういう風な、ことも、まあ今でも時々ありますけどね、子供たちが寄ってきて、とても楽しそうに、何かを買おうとしているという、そんな情景。3人の子供を道の真ん中、よく使う手ですね。こちら側がちょっと面白いですね。いわゆるローアングルって言うんですけども、下から見上げるような撮り方をしてて、赤ん坊を背負ったお母さんが、踏切のある風景の中を歩いています。これは秋のパートの最後なんですけど、これもちょっと面白い写真でね、
神社になんか祈願、願い事を書いて、それで、それに似顔絵とその願い事を両方書いて、そういうふうなお札を貼り付けるっていうふうなことをやってるんですよね。この似顔絵が実に味わい深いですね。で、ミルクはあんまり飲まないんで、なんとかならないでしょうか、みたいなことを書いてあるわけですけどね。この赤ん坊がなんとなく、赤ん坊というよりは大人の顔に見えるところが面白かったりして、まあ、ちょっとしたこう、ふっとしたユーモアみたいな感じがするわけですけども、こういう場面を撮った写真で、秋が終わって冬になってます。鳩を飛ばそうとして。